はい。JR 千歳線、上野駅の駅前にやってきました。駅前には自転車置き場がありまして、自転車がですね、1、2、3、4、5、6台、6台止まっております。そしてこれが上野の駅前通りですけれども、意外や意外交通量多いんですよね、この道路。なんでだろう。そして駅前にはですね、一応それなりに集落があって、ちゃんと現役で稼働している自動販売機もあります。ちゃんと駅前集落がね、ありますね。さすが千歳と苫小牧に挟まれているだけあります。で、ここもね、割と千歳空港に近いんで、ああやって飛行機がね、飛んでいきます。そしてそこには自然に帰りつつある廃屋が一軒あります。ちもなんかね、ビビと同じで、大自然というものをですね、強く感じる駅でございます。上野の子供を育てる会、考えて相手の気持ち、その言葉、矢野七海と書かれています。まあそうですね、まあなんていうかね、世の中にね、ひどいことを言ってくる人っているんですよ。まあ言った方はね、結構忘れるんですけれども、言われた方っていうのはね、忘れないんですよね。柴藤さん、あなたが私にしたことを忘れていませんよ、みたいなもんですよね。ひどいことを相手に言うのは、よくありません。なんだろう、ここに、人材募集の紙が貼ってあります。あ、さっきの、看板のあった和牛レストラン、ドッグハウスビビの、社員募集の看板でございます。駅前は一応ね、木が一本、立派な松の木が一本立っていて、ロータリーになっています。そしてここはですね、一応来たか利用可能エリア、そして隣が便所。ボットン便所。まあ、スメルはね、まあ、モデレイトかな。ただですね、ビビッドの中、入っていきましょう。はい、これ、上野駅の、駅舎内です。駅舎の作り自体はビビッドかと全く同じ。そして、ここもですね、駅舎内の寝泊まりは、厳禁と書いてあって、やっぱり泊まる人がいるんでしょうね。そして、これは駅ノート。駅ノートではない。この駅に駅ノートがないのはちょっと意外です。ビビにあるのあったのに。これが発車時刻表です。まあ、だいたい1時間に1本ですけど、札幌小樽方面に行く列車はですね、だいたい1時間に1本ありました。ただ苫小牧ドルラン方面はですね、2時間ほどない時間帯とかあります。そして8時57分の苫小牧行きのところになぜか丸が書いてあるんですけれども、これは何なんでしょうね。これを毎日使う定期利用者がいるんでしょうか。そしたらホームの方行きましょう。なんか来ますね。まあさすが千歳線、北海道の大幹線エリアだけはあります。跨線橋はプレハブタイプではないみたいですけれども、なんかさ、トゲのついたあれ、何なのあれ、下通ったら落ちてくるっていう、触手トラップ、何あれ、本当にめっちゃめちゃ怖いんだけど、ちょっと分かる人いたら教えてください。何来るの、ちなみに。スズランですね。スズランじゃない、北斗です。ごめんなさい。
北斗がですね、ちょうど今、上野駅ですれ違う時間帯だったということです。で、この即死トラップね、大丈夫かな？死んだらごめんなさい。この動画は配信されません。あ、大丈夫でした。古戦橋はですね、結構ね、下はがっちりコンクリートで固められていて、割と歩きやすいと。そして、古戦橋自体は鉄製で、手すりも鉄製で、落書きは今のところこれといったものはありません。まあ、時期が時期だけに飛行タイプもいないと。そしてこれが2番ホーム。そしたらまずね、この2番ホームの方から見ていきましょう。あ、階段がね、狭いですね、2番ホーム。上野駅の2番ホームです。古戦橋を降りてすぐのところに鉄製の立派な屋根があります。そしてここはおそらくかつてはですね、2面3線だったのでしょう。ホームが残っていますが線路がありません。ここは多分ね、旧2番ホームとかになるのかな。旧2番ホームなんでしょうね。長さは2行分。こっち側の、2番ホームについてはですね、3両分は間違いなくあるだろうといった感じです。もともとは2両分しかなかったみたいなんですけれども、延長ホームがですね取り付けられています。そしたら古戦橋をさらに渡って向こう側、1番ホームの方を見ていきましょう。